グシオスがカルボグラムにいたのはエアルを食べるため？ええ、そこを曲がりの剣に逆結界で捕らえられたみたいよ。そういえばジュディがあの時バウルと飛び込んできたのってグシオスを助けるためか？それはついで、どちらかというと逆結界を作ってたヘルメス式のブラスティアを壊すためよ。だって結局私にグシオスは救えなかった。グシオスは精霊化にまだ賛成とも反対とも言ってなかったわ。しょうがないよ、他に方法はなかったんだもの。尊い犠牲を無駄にしないようにしようぜ。精霊の力を正しく使って星はみを倒すと。そうね。で、バウルも精霊化に力を貸せない分できる限りのことはするって。心強いな。